関東サッカーリーグ昨日開幕しまして1年での JFL 復帰を目指す栃木ウーバー FC、 ホームで横浜タケルと対戦しました。関東リーグではもう桁違いの戦力と言ってもいい栃木ウーバー FC なんですけれども、はい、もう全勝という目標をね、選手は話していまして、はい、ただですね、横浜タケルのプレッシャーが非常に前半良くて、はい、20分過ぎでした。これでちょっとクリアミスが起きて、さらにキーパー出てくるんですけど、ここもかわされて先制点を許してしまいました。ちょっとディフェンスの、ね、ミスが出てしまいましたね。ただすぐに追いつきます、はい。このレオジーニョ選手、8番の選手を見てください。ここで後ろにパスを出してゲームキャプテンを務めた高知啓司選手のロングシュート、見事、これで同点、はい。さらに39分、またレオジーニョ選手、8番見てください、はい。これで身を挺してボールを外に出します。で、甲府から来た若杉光輝選手のこれまたミドルシュート。前半のうちに逆転できたのは酒井監督大きかったというふうに話していたんですけれども、はい、後半に入るとフリーキックからこのバイセクルシュート、レオジーニョ選手ですよ。そして、はい、はい、逆転ですね。すごいですね、はい。でその後途中出場の野崎選手と山村選手にもゴールが生まれて5対1、開幕戦圧勝、白星を飾りました、はい。開幕っていうこともありますし、初戦だったので、まあ、これから、さらに積み上げできたらいいなというふうに思います。試合入りはやっぱりバタバタした部分があって、まあ、本当にやっぱり簡単な試合じゃなかったし、全勝できればしたいと思ってますので、まあ、その第一戦っていうのを取れたってことは大きいかなと思います。はい、レオジーニョ選手27歳、SC 相模原でもプレーしていた選手なんですけれども、昨日見ててですね、足元はすごい、ドリブルすごい、推進力すごい、いいですよ。元 J リーガーたくさんいますけど、彼を見にぜひスタジアム行ってください。もう楽しめますよ、はい。来週もホームですので、はい、ぜひウーバーご覧ください。はい、お出かけください。